してんのよ。申し訳ございません。お洋服、お荷物は大丈夫でしたか？大丈夫も何も、もしびしょ濡れになってたらどう責任取るってのよ。ねえ。本当よね。これだから若いバイトは嫌なのよ。本当に申し訳ありませんでした。今すぐ片付けますので。ちょっと、新人みたいなミスしないでよ。ちゃんと怒られたから、これでおばさんたちもちょっとは満足したでしょ。掃除は私がやるね。テーブルの真横だし、また文句言ってきたらうざいから。ありがとう。ごめんな。気にしない気にしない。きっと疲れてるんだよ。ディナータイムまでもう少しあるし、休憩入っちゃって。これ以上仕事増やされても困るしね。お疲れ、前田君。同時5つ割りは新記録だよ。すみませんでした。なんか今日はダメダメなんですよね。些細なことの積み重ねがお店を良くもするし悪くもするんだから、分かってるでしょ。接客業は水商売、切っても切っても実態のないようなものでね、それをいかに掴むかってのが大事なんだよ。つまりね、
どんだけ休憩してんの？早く戻ってきて。すんません、仕事を戻ります。やめてください！ここはそういうお店じゃありません！